間のエブリデイ餃子店に入った新しい仲間の紹介をしていきます。では早速登場してもらいましょう。どうぞ。こんにちは。それでは名前とアピールポイントと趣味の方を教えてください。はい、名前はななみです。アピールポイントは笑顔です。趣味はアニメを見たり愛犬と遊ぶことです。私も、うち猫飼ってるんですけど、自分のペットですごい可愛いですよね。可愛い。次に、このエブリデイ餃子店に入りたいと思った理由を教えてください。はい、私はアニメやアニメ組が好きで、このエブリデイ餃子店をした時にすごい楽しそうだなと思って、ここに入りたいと思いました。こういうぬいぐるみとか好きなので、こういう空間にいられるだけで本当に楽しいなって思いますよね。エブリデイ餃子店に入社して結構時間が経ったと思うんですけど、ここでエブリデイ餃子店は本当に楽しいな、好きだなみたいな思うところはありますか？いろんな景品があって、ただお客様が来られた時にありがとうとか言われるのはすごく嬉しいです。こんなアドバイスとかしたりして取ってもらえるとすごい嬉しいし、やっぱやりがいにつながりますね。で、今後エブリデイ餃子店でチャレンジしてみたいことは何かありますか？まだわからないこととかできないこともいっぱいあるんですけど、そういうことをできるようになって、このいろいろなことにもチャレンジしていきたいかなと思っています。わからないこととかがどんどんわかるようになっていくと、もっと楽しくなると思うんで、今後も一緒に頑張っていきましょう。はい、それでは今見ていただいている皆さんに何か一言お願いします。はい、いろいろな景品があるので、ぜひエブリデイ餃子店に来てください。今回紹介したのはななみちゃんです。ななみちゃんは今エブリデイ餃子店で一生懸命働いてくれているので、ぜひ会いに来てください。では今回の動画は終了になります。ではしまちゃんとななみでした。バイバーイ。